皆さん、こんにちは。あなたは女が好きですかと聞かれたら何と答えるでしょう。ぜひコメント欄で素直に答えていただけると嬉しいですが、正直に大好きですと答える男性がいても全然おかしくないと思うんですよね。女性もなんだかんだで男が大好きなんですよ。でもじゃあみんなすぐに浮気をするのと聞かれるとそうではありません。浮気しやすい人が男好きという部分は否定しきれないのが現実ですが、浮気しなくても男が大好きな人は数えきれないくらいいるんですよね。みんなその本性をうまく隠しているだけなんですよ。今日の動画では本当は女性が男性を大好きな理由について解説していきます。きっとなるほどと納得がいくお話が見つけられると思うので、ぜひ最後までお付き合いください。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 女はベストな遺伝子を探している。相手のことを好きになると 99% 以上の確率でその相手と性行為をしたいと心の中でみんなが思うものですよね。好きになって付き合えたから OK と満足してしまう人ってなかなかいないと思います。どうしても好きになったことと並行してキスがしたいとか体を重ねたいとみんな夢見るはずです。つまり胸をときめかせる相手を探している行動自体が実は子孫を残すパートナーを探す行動であると言えますよね。女性が男が大好きだと話すのも本能的なもので至って普通のこと。メスとして子孫を残すために常に最良の遺伝子や安定して子育てができる相手を探しているのです。遺伝子的に一番自分にぴったりな相手というのは自分の遺伝子と最も遠い遺伝子とされています。一つの家族を例にしてみるとわかります。娘がお父さんに臭いって言ったり、お母さんにいつまでもくっつかれると気持ち悪いと話す息子がいるのはまさに近い遺伝子同士をくっつけないためであり、とても正常なこと。身内と性行為を行いたいと考えるのは遺伝子的には異常であり、本来人間は自分と一番遠いところにいる遺伝子を求めるものなんです。このように女性は自分に合った遺伝子と生まれてくる子孫を安心して育てられる場所を確保するためにいつもアンテナを張っています。嫌なものは近づけないし、好ましいものにアピールをしていきます。なのでこの事実がイコール男が大好きと表現されるなら誰にも反論できません。恋愛対象が男である女性ならみんな間違いなく男が大好きなんです。 2. 切り替えてもずっと忘れない。さて、最良の男を探すために常にアンテナを働かせている女性ですが、そのアンテナの質も人それぞれ。しっかり機能する人がいる一方で、ちゃんと働かない人もいるんです。だから恋愛には失敗がつきものなんですよね。複数人と付き合ってみたり別れたり、そしてよりを戻したりを繰り返します。ある女性は新しい彼氏ができたのに元彼と連絡を取っています。またある女性は新しい彼氏を探しているのにまだ元彼のことを忘れられません。他にももう新しい彼氏ができたのに SNS で昔自分に告白してきた男性を探し現状を知りたがっているような女性もいます。こんな風に女性って切り替えが上手と言われつつも全然昔の恋を忘れないで覚えています。行動としては切り替えは早いんです。早いんだけど頭の中では決して過去を忘れはしないんですね。これも実はメスとしての本能的な機能の一つです。女性が過去の経験を簡単に忘れないのはまた同じような痛い目に遭わないためであり、つまりは自分の生きる環境を危険から守るためであるんですね。女性は切り替えて新しい彼氏ができた後でも前の彼氏を思い出したりするものなのです。そして元彼に俺のところに戻ってこいと言われると戻ってしまう場合もあります。アンテナと記憶の処理が狂っていると何度も失敗を繰り返します。 3. すれ違っただけでも好き。女性は常にアンテナを働かせていますから、街やお店で一瞬すれ違った男性でも魅力を感じ取ってしまいます。例えば先日友人がこんなお話をしていました。彼女はショッピングモールに行ったら車の展示会をしていたんだけど、営業で立っていた男性がすごくタイプだったって言うんですね。私はよくそんなところに瞬時に目が行くよねと言い返したのですが、やはりこれも常にアンテナを働かせて男を探している証拠ですよね。また別の女性はウォーターサーバーのお水を届けてくれる人がすごくかっこよくて力持ちで、毎回その人が来るのが楽しみ、まあ指輪してるから既婚者なんだろうけどなんて話します。さて
このような話をする彼女たちをあなたは男好きだと思いますか？実際そう思うならそれで全然問題ないのですが、彼女たちはだからといってその魅力的な男とどうこうなりたいとか現実的に思っていません。もし思わぬ事態が起きて誘惑されたらどうなるか分かりませんが、それは現実的にありえないとわきまえているんです。わきまえた上でただ本能的に魅力的な男を探しているだけなんですね。彼女たちは働いてしまうアンテナをそのままに放置しているだけなんですよ。でもそれ以上に進むことはない。なぜなら理性、常識、現実という言葉でストップしていますから。4、彼氏ができても男に目は行く。3でお話ししたように女性は常に男性にアンテナを働かせています。これは彼氏ができたり結婚しても同じです。安定できる場所、安心できる場所が見つかったのに女性は他の男性を見てしまうんですね。なぜならどんな人も完璧ではないからですよ。自分自身も含めてですが、人は誰も完璧ではないですよね。どこか欠点があったり足りない部分があるものです。でもそれを忘れるくらい他に魅力的な部分があれば好きになってしまうし、欠点さえも可愛いと感じるくらい狂ってしまえばもう離れられません。でも人は本来なるべく100点満点の存在を探しているんです。だから時間が経つと冷静さを取り戻してまた探し始めてしまいます。あー、私も将来あんな旦那さんをゲットしたいとか、〇〇ちゃんの彼氏羨ましいとか、あーこの人が彼氏だったらどうなってたんだろうなんて脳内で余計なことを考えちゃうようになって、今まで一人が独占していたアンテナの電波が分散し始め、あちこちの男性に向けられるようになります。ただほとんどの場合は理想と現実という言葉で解決されます。つまりいいなと思う理想的な存在よりも、もうすでに手に入れて目の前にある楽で安心できる存在のキープを重視するってことです。そっちの方が総合的にリスクが低いって思うんですね。女性は男性が大好きでいいなとあちこち見てしまうのは事実です。でもほとんどの人は結局は付き合った人と簡単には離れないってことですよ。もちろん今付き合っている相手に大きな不満がない場合に限りますが。5、性欲が強い女は特に大変。性欲が強い女性は特別大変です。男性に向けているアンテナの力が強いし、その目的は安定や安心という部分に快感がより多くプラスされています。性欲が強い女性は少しスリルがあっても満足できる性行為ができる場所を探し求めます。しかもそれはたった1箇所に限られません。だから浮気をするパターンも多いんです。自分の性欲が満たされる相手を求めて常に男を見ているのは事実ですが、ちゃんと一人のパートナーのところに安定して居座る女性もいるのです。その相手の男性に相当ハマっているか、もしくはもう他に行くのが疲れたという女性はいつまでも冒険し続けることなく一人のところに居続けます。なので性欲が強いイコール絶対浮気するとは言い切れません。少なくとも浮気をしてみたいとは誰でも一度は思うんです。妄想はするし、夢の中では他の男の人を相手にエッチなことをしています。ただそれを現実で実行するかどうかは全くもって別な話なんですね。以上、女は隠しているだけで実は心底男好きな理由についてご紹介しました。どうしてみんな女好き、男好きという事実を隠すのでしょうか。それはきっと遊び人とか軽いという印象がつきまとってしまうからですよね。本当は公に言わないだけで、みんな好きなものはとにかく好きってことなんだと思います。男性は一緒にキャバクラに行ける男友達と仲良くするし、女性は赤裸々な話で盛り上がれる女友達を大事にします。みんな隠さなくていい場所は居心地がいいですよね。男性を恋愛対象としている女性のほとんどは隠しているだけで男好きなんです。中には自分のセクシャリティを探し悩んでいる人や、トラウマが原因で本来関わりたいと思っている相手とうまく接することができない女性もいます。何も現実を知らないでただただ女は男好きと解釈するのはあまりにも安易だと思いますから、いろいろと新鮮な情報をアップデートしていくことは必要です。でもそれでも変わらないものって絶対にあると思います。やはり男を恋愛対象としている女性は本能的に男の前でメスになるのです。どんなに地味な女性でも必ずメスになります。みんな男の魅力に酔いしれ、愛され、自分に合う遺伝子をゲットしたいと思っているのです。では、
今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。